古代ギリシャで頭痛は大きな苦痛を与える病気とされていました。頭痛患者は医術の神アスクレピオスに救いを求めて祈りました。痛みが続くと誰もが知っていた処置を医者が行いました。頭蓋骨に小さな穴を開けて感染したとされる血液を排出したのです。これは戦闘術という恐ろしい手術で、多くの場合頭痛より長く続く後遺症を残しました。幸いにも現代の医者は頭痛の治療に電動工具を使うことはありません。しかしこの古代から続く病気についてはまだわからないことがたくさんあります。頭痛は現在2つに分類されています。一次性頭痛と二次性頭痛です。一次性頭痛は基礎疾患、怪我、病気の症状ではなく頭痛そのものが病気です。一次性頭痛については後で扱います。なぜなら報告された症例の中で一次性頭痛は 50% を占めるものの、二次性頭痛の方が実際に分かっていることが多いからです。二次性頭痛は他の健康上の問題が原因で、引き金となるのは脱水やカフェイン立ち、頭頸部の怪我、心臓病など多岐にわたります。医師は診断可能な頭痛を150以上の方に分けましたが、これらの原因、症状、治療法は全て異なります。ここではよくある副鼻腔感染による頭痛の例をご説明します。副鼻腔とは空洞の集まりで、額、鼻、頬の上の奥に広がっています。副鼻腔が感染すると免疫反応によって熱が生まれ細菌を退治しますが、空洞に炎症が起きて腫れ上がります。副鼻腔が鬱血すると頭蓋の動脈や静脈のほかに頭頸部の筋肉を圧迫します。心外受容器という痛みの受容体がそれに反応して神経ペプチドを大量に出すよう脳に合図します。それによって頭蓋の血管が炎症を起こし、頭が腫れて熱くなります。この不快感が極めて敏感な頭の筋肉とともに頭痛のズキズキする痛みを生みます。腫れが常に頭痛の原因になるわけではありません。緊張した筋肉や炎症で過敏になった神経が頭痛ごとに程度の異なる不快感を引き起こします。しかしどの頭痛も頭蓋への何らかの刺激に対する反応です。二次性頭痛の原因がはっきりしている一方で、一次性頭痛の原因はまだ解明されていません。一次性頭痛には3タイプあり、科学者は何が引き金になるのか研究を続けています。長い痛みが繰り返し起きる片頭痛、激しい痛みが短い間隔で起きる群発頭痛、そして最も多いのが緊張性頭痛です。病名が示すように緊張性頭痛の特徴は、頭の周りがきつく紐で締め付けられたような感覚がすることです。頭痛周囲の筋肉に圧痛を生じ、血流と酸素の拍動につれて痛みます。頭痛の引き金はストレス、脱水、ホルモンの変化だと患者は言いますが、これらは頭痛の症状と完全には一致しません。例えば脱水時に起きる頭痛では、実際には前頭葉が縮んで頭蓋骨との隙間が生じ額が膨らみますが、緊張性頭痛における痛みの部位とは異なります。科学者は本当の原因として血管の痙攣や過敏になった心外受容器など様々な仮説を立てていますが、確かなことは分かりません。一方、多くの頭痛研究はさらに辛い一次性頭痛に集中しています。片頭痛は繰り返し起こる頭痛で、頭蓋骨が万力で締められるような痛みが4時間から3日続きます。片頭痛のうち 20% は痛みがとても激しく、脳内の異常活動電位のため感覚神経終末を過度に刺激します。これが前兆と呼ばれる幻覚を引き起こし、目の前がチカチカしたり幾何学模様が見えたり、チクチクする感覚が現れたりします。群発頭痛はもう一つの一次性頭痛で、片方の目の奥に焼けつく、あるいは突き刺されるような痛みが起き、目が赤くなる、瞳孔が小さくなる、まぶたが垂れるといった症状が出ます。これらの頭痛は大勢の人の生活の質に大きな影響を及ぼしますが、どう対処すればいいのでしょうか。緊張性頭痛と大抵の二次性頭痛は頭蓋の腫れを和らげる抗炎症薬などの市販の痛み止めで治療できます。そして二次性頭痛の引き金の多くは脱水、目の疲れ、ストレスなので未然に防ぐことができます。片頭痛と群発頭痛はもっと複雑で、誰にでも効果のある確実な治療法はまだ見つかっていません。しかし幸いなことに、薬理学者や神経学者がこの私たちの頭をひどく苦しめる謎を解明しようと熱心に研究しています。
テッドエドは可能な限り多くの言語で質の高い教育コンテンツをできるだけ多くの人々に無料でお届けできるよう努めています。ペイトリオンに寄付して非営利団体の私たちの活動を支援してください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。